こちらは広島お化け放送局です。今回はニュース拾い読みをやります。今回取り上げるニュースは前に、起きた事件の続報です。それでは始めます。診療せずに処方箋36万円詐取疑い、医師と元市議を再逮捕というニュースでございます。診療をせずに処方箋を作り、診療報酬を詐取したなどとして、広島県警生活環境課と広島中央署、広島西署の合同捜査本部は、17日、広島市中区上登町改正クリニック院長の医師、海洋英二郎と、同市西区古田台2丁目、元市議の会社役員、関東雄二の両容疑者を別の両容疑で再逮捕した。再逮捕容疑は、共謀して2018年9月21日から12月28日、海洋容疑者が経営する中区鉄砲町のクリニックで診察していないのに、関東容疑者が営む福祉施設の通所者2人の処方箋を11回作り、関東容疑者に交付。18年10月上旬から19年1月上旬、3人を訪問診療したとする虚偽の診療報酬明細書のデータを市の委託機関に提出し、診療報酬として計36万4600円を口座に入金させ、詐取した疑い。同課によると、二人は容疑を認めているという。同時期に同様の手口で、さらに65万円を騙し取った疑いがあると見ている。このニュースについてですが、前に取り上げたニュースの続報です。前に取り上げた時に余罪はあるというふうに話しましたが、まさにその通りになりました。ただ、余罪はこれだけではなく、今後もどんどんと出てくると思います。なぜなら、私は元市議である容疑者と昔付き合いがありました。政治関係だけではなく、福祉施設も少しの期間だけ手伝いました。今はね、もう関係は断っておりますけども、その時に知り合った方からの情報によれば、利用者さんとのトラブルや、スタッフとのトラブルをたびたび起こしており、それについて法律に違反する部分があれば、また逮捕というふうになると思いますし、刑事事件のみならず、民事の方でも訴訟が起きる可能性があります。いずれにしても、悪徳福祉ビジネスは立たなければなりません。許してはなりません。この件に関して、また情報がありましたら、お伝えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これで、今回のニュース拾い読みは終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、ありがとうございました。